あれ、そういえば、佐伯さんって彼女とかいるんすかえ、いないのえ、マジえー、意外。はい、めっちゃいると思ってました。なんか、すごい長く付き合ってる彼女とかいそうっす。はいはいはい、なんかそんな感じしました。え、マジか。え、どんくらいいないんすか ?10 年いや、10年は嘘っしょ。え、マジでマジっすかえー。 意外っすねえ。え、どういう人がタイプとかあるんですかはいはいはい。あー。あ、なんか優しい感じの人っすよね。うーわ、ぽい。さゆきさん付き合ってそう。めっちゃ見えますわ。<laughs> あ、仕事戻りますおはようごいます。おはいす。おはいす。 え、柴田さんって彼女さんとかいらっしゃるんですか？あいないんですか。かえ。マジっすかえ意外っすね。はーい、なんかこれほんと勝手なイメージですけど、なんか長く付き合ってる？彼女さんとかがいそうなイメージでした。僕は勝手にはい。はい。はいはい,はい、はい、えー。え、もうどれぐらいいないんですかえ？10年マジマジっすかえー。そうなんすねー。 でちなみにどういう人がタイプとかってあるんですかはいはいはい。あ、じゃあ結構イケイケな感じの。はいはいはい。いや、チャラめっちゃチャラいじゃないですか。あ、マジっすかそんな感じなんすね。えー、<laughs> あ、仕事戻られますあ、お待たせました。お待です。 あれ、平さんってあっごめんなさい急にお話すいませんあの平さんって彼女さんとかっていらっしゃるんですかあっいないんですかえっ意外ですねはいあのぼ僕は意外かなってはい思いましたはいあなんか本当勝手なイメージですけどなんか長く付き合ってる彼女さんとかがいそうなはい、イメージでした僕はなんでですかねいややっぱ 平ラさん優しいからですかねいや、優しいじゃないですか。いや職場でしか会わなくてもわかりますよ。え、優しくないんすか冗談、冗談です、冗談です。え、どういう人がタイプとかってあるんですかいや、知りたいじゃないですか。僕、平ラさんのこと気になりますもん。もう教えてくださいよ。<laughs> 別に <laughs> 別にっすか <laughs> いや沢尻エリカかお疲れっしたうん難しい人だよないやこれからもガンガンいくよ それが俺の生き方だもんでさあ平さんお疲れさまでしたえっと何か飯っすかはいぜひ。